6月21日のケリヒメスイーツ。これは昼間の宝箱くん、宝箱くん、君どうしたの？ちょっとダンスってるやつがいいんだけど、ね、昼間の分仕事中だからいいんだけして、後で帰ってきたら夜の分と合わせてやろうっていう状態で止めておいたナウです。なのでこのバトルが終わったらもう次のがいける状態と。宝箱硬くないのがいいね。で一発で手前のやつをやっつけられたんで、お供もサクッとやっつけましょう。サクッといけなかった意外と硬かったな。レベル何いくだっけ、754。属性が楽だからレベルちょっと上げてもいけるだろうと思ったら、あ、騙された。これ騙されてはいないんだけど、奥の宝箱倒れてるからもう開いてんだろうと思ったら開いてなかった擬態してた。なんていうんだっけこういうやつ、あの死んだふりのやつ、何行動って言ったっけ、昆虫とかがやるやつさ。まあネクロマンサーとか強戦士が、強戦士微妙だよね確か。ああ、そしてこうなったか。パーケーと、あと、お、ナイトスターを使えってことが。進化生武器、じゃあこれでやってみるか。初期相手だったら、うん、ネクロマンサーでいこう。多分クリティカル軽減入るよね、いつものパターンだと。うん、だから強戦士はね悪くはないけどちょっと大変っていう。打つ位置気をつけないと両方、あー、どの道取っちゃうか。両方ドーナツ取っちゃうなと思ったけども、助っ人 NPC の攻撃力でがっつりいけたね。これは楽だった。お菓子の城続きやんないと。動画外でやってないからね結局全然やってないと。さあ7回、覚醒色は使えないので、というかまあヒット数の多いサイボーグを今回も使います。なんだかこの BGM 懐かしいな、もはや。いや、聞き覚えというか何回も聞いてはいるんだけど。よかった、扉の耐久力あんまりなくて助かったぜ。扉が硬いとね、覚醒色とかサーチ系のできるぶっ壊れ性能たちがねいないと大変だからね。ただ娘メンバーやら、うん、コラボメンバーの使えるから、バンなんてサーチ使えるしね、そんなに苦労はしないか。うん、この階層は苦労せずに済んだ。まだムースの数少ないね。3つ目とかやらないとあまり落ちないかな。うん、もうちょいやっとこう。2回、なんだかんだで落ちる物自体はいいもんね。今のが7回だっけ、6個、でこれが6回。昨日やった感じだとこの6回の方が時間かかったイメージだな。上のやつに当たらなかった。こういう時に縦画面だったらうわー、ちょっと行ってよ上に、困るな。こうやって画面を出してあげないと。位置に関係なくサイボーグは画面表示がね、画面表示内で反射だから、うまくはまると強い。で、こいつ飛びそうなんだけど飛ばないんだよね。死んでいったー。しっかりと上に飛ばしてあげたいんだけど、このね
単純に上に飛ばせて、あーいけなかった。だけどもね、縦画面の時の方がね、やりやすかったな。最近の人たちは知らんだろう、蹴り姫は昔縦画面横画面両方あったゲームなんだよ。あ、そう、ミッション達成できなかったが、運営がね、まあ両方多分別個なんだろうね、調整するのがめんどくさくなって縦画面をね勝手に排除するっていうね、そういうことがあったな。あれは困った困った。横画面に慣れたは慣れたけども、俺は縦肌。よし、じゃあ今日はこれぐらいにして、で明日はねちょっとねコスチュームプレイの撮影があるんで、多分遅くなるんでないかもしれません。また次回。